アットジャムさんありがとうございました。よいしょ、ありがとうございます。目の前で見てた、嬉しい、よかった。初披露だったのでですね、今日はね、よいしょ、リツイートしておきましょうか。うん、こんばんは。パッツン、そう、前髪切ったの、今日切った今日切ったのよ。こんばんは。そう、今日はあのアットジャムさんで対バンというか、まあライブというかさせていただいたんですけど、それでそこで初めて初恋シンデレラをね、初披露させていただきました。もう巻き取れちゃったけどね、実はライブをね、聞かせてたんです。しのちさんありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。オピーソーさんありがとう、嬉しい、みんな今日も来てくれてありがとうね、嬉しいよ。パッツン、そう、パッツン、パッツンです。サムちゃん、I love you! ありがとう可愛かった？よかったですお、気分がいいね、そりゃもう最高な、最高な気分だよありがとうございます。ね、まさかみんなの初披露だとは思わなかったでしょ。初恋シンデレラのお気に入りのところは、あのスカートのね、チャームというかついてるんだけど、それがね、ジョイって書いてあるの。ジョイっていうなんかこう銀のチャームがついてて、ね、ある意味世界に一つだけだなと思って、お気に入りだよ。あとね、あれも好き、写真で撮ったら分かるんたりするかも、動いてたりしたら分かるかもだけど、あの私ね、こうティアラがついてて、そのと後ろにハーフアップの後ろにね、白のリボンをね、おっきなリボンを今回もねつけているんですけど、そのおっきなリボンをこう立たせるようにね、こんな感じでね、見えるようにつけてくださってるのね、メイクさんが、ヘアさんがつけてくださってるから。それもポイント、お気に入りです。毎回見ても見える大きなリボンはめちゃめちゃ可愛くてお気に入りお気に入りなの。ここの角度、目に光が入らないね、ここを向かないとさ目に光が入らないよ。ちょっと上向かせてみる。変わらずでした。ねえ、わかる、私もみんな三不足になってるよ、そりゃあもう会いたくなるね。わっ、ありがとう、すごい、なんかすごいプリンスみたいなさ、プリンセスみたいな、クマちゃん、ちょうどなんか王子様みたいな王子様みたいなクリスタルクマちゃん、ありがとう、すごい、ありがとう、しげちいさん、嬉しい、ありがとう。ねえ、会えたね、めっちゃ嬉しかったよ。ねえ、近くで本当に見に来てくれてありがとう。今日ずっと楽しみにしてたから、会えるのめっちゃ楽しみだったし、会えて嬉しかったよ、ありがとう、嬉しいねありがとう。なんかね、いや、オンラインとかからさ、結構日数空いてたから、直接会うのとかもそう空いてたから、久しぶりにこうやってね会えて嬉しいです。まあね、こうまた今週からこうニアジョイの毎週末ニアジョイがね、こう毎週行われるので嬉しいね、ありがとう、来てくれて楽しかったよ。初披露はどうだった、ありがとう嬉しい、ありがとうございます、楽しかった、いっぱいフリフリありがとうね。
角で見てくれて嬉しい。のぞむはまさかさ今日さ初披露するとは思わなかったでしょう。みんなすごいし、ありがとうね。あね、見てる報告ツイートね、私見てるよ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。あっ、応援してますからありがとう。報告めちゃめちゃ勝手にいいだなんて嬉しいです。見れてます。レグルさんありがとう。 I love you。 ありがとうね。実はあの私も初披露すると思ってなくてあのびっくりしました。瀬戸利をねいただいた時はまさか。いやでも嬉しいね、やっぱこうやっぱさみんなもさ早く見たいって思ってたのがさ正直なところじゃん。私も同じ気持ちだったから嬉しい。はい、私たちもあのまさか初披露そうできると思ってなかったからめちゃめちゃ嬉しかったです。初恋シンデレラのハモリも直接聞けて最高だった。よかった、ハモれた、よかった。なんかね歌ってる時ね、あのハモれてるかどうかも自分じゃちょっとまだ分かっていなくて、はい、自分の声を信じてって感じで歌っているのでよかったです。今日もね初披露っていうこともあってあおさんとねリハ室で、リハ室楽屋であのいっぱいね練習して挑んだんです。すごかった、よかった。もうあおさんを信じてというかそのあおさんの目を見るっていうねので安心しますよね。あおさんを信じてっていうのはあのあおさんはもうなんかこう音をねそういう意味じゃなくてはい、ちょっとうまく伝わっているかわかんない、変に捉えないでくださいねもうあおさんとね一緒に歌えることが本当に嬉しいので嬉しい。体育館ディスコもねハモれてます。今日はあおさんといっぱいハモったね。そういえばチョコドクライオンもありましたしハモりました。あと久しぶりにフルだったけどどうだった、みんなどうでしたか、どうだったかな、そうみんなの反応気になる。あまり綺麗だった、よかった。もうねあの分かっていなくて、分かっていなくてというとあれなんですけど、なんだろう、ハモリの時だけ時間がほんとあっという間に感じるのね。なんだけどよかったです。揺れた、やった。そう、あーさんは安定感すっげーすごなので頼もしいです。逆に私がねこうねご迷惑をおかけしないように、ね、頑張らなきゃっていう感じなんですけど嬉しい、ありがとうございますね。みんなそう今日はね君夢もねまさかのねこう瀬戸利に入っていまして嬉しかった、楽しかった。センステでねあの踊ってる時よかったよってねこうスタッフさんからね言っていただけたりしていたので嬉しかったですねイケイケ優香、イケイケ優香だった。君夢も嬉しい、嬉しいね。みんなのおかげだからこうねみんながたくさんね君夢で盛り上げてね猿からこうしてライブで歌えているわけで本当にありがとう ね、ありがとう。赤ペンラフリフリめっちゃ見えたよ今日も。今日はそのセンターステージっていうなんかこうステージとプラスでねこう付属のねこう新しいステージがついてて、こうそこを360度
ほぼねこう囲うようにこう皆さんがねいてくださったから、どこを見てもね皆さんと目が合うっていうね素敵なね感じでして、嬉しかったです。どこ見ても目が合う、目が合うということは見てくれているってことなんで嬉しい。こっちかな、しはこっちか、嬉しいでした。嬉しい、ボルテージ上がる感じしてる、嬉しいね、ありがとう。やったん、今日はねみんなでね写真も撮りたいねってなってね、本番前のステージ裏でねみんなで写真を撮ったんです。そう、みんな可愛くてびっくりした、可愛い、みんな可愛い。今日はね煽りでアレンジしてみたらみたいなお話になって、あの横アリ行くぞって初めて言いました。すごい、いやこんな素敵なね機会をいただけて本当に嬉しいです。いつかね自分たちのライブでもね横アリ行くぞってね言えるように頑張らなきゃだね。いっぱいいた？よかった、みっちゃんかわいい、よかった、髪型嬉しい、もうね巻きトレトレで、もうね巻いたそばからねこっち巻いたらこっち取れるみたいな、ほんとそういう現象起きすぎてて、はい、もう何もないんですけどちょっとうねりぐらい見て、私の巻き髪、これ巻き髪だったのよ実はっていうね、信じられないでしょ、私も信じられない。こことかはねこう固めたりしてるから、まあかろうじてねこう残ってはいるんですけどねーねー。みんなで行こうね横アリに、みんなと一緒に横アリに立ちたい。立ちたいよ。行きましょう、行こうね、本当に行きたいんだから。今日は何日だ、そうなんかいっぱい連絡をしているけど痛みないようにする、ちょっと待って、今日の日にちが知りたいのに、すごい画面ロックしてって来てる、日にちが見たいのに、あ、15日だ。じゃあ明日までホールツアーの受付が あるので、もう毎回のありがとう送ってくれて、毎回の配信で言っているようでね、もう何度も聞いたよかもしれないんですけど、ホールツアーをね、まずはホールツアーを成功させたいという気持ちでいっぱいなので、みんなでねこう素敵な景色を一緒に見ませんかということで。申し込んだ、ありがとう、嬉しい、絶対当たりますよね、本当にみんなが当たりますようにという、そう迷っている方とかいらっしゃると思うのね、やっぱりこうニアジョイとはね、こう先輩方のお名前は知っていてもやっぱりこうねニアジョイはまだなんかこう妹グループがあるんだなーぐらいな、こう第3のグループがあるんだなーぐらいのほんわかね知ってるよみたいな方とかももちろんいらっしゃると思うの、ありがたいことにねもう知っていただけてるっていうだけでもすごくありがたいんですけど、そういったね皆様とかもねぜひぜひにこうニアジョイはこういうのなんだぞーってね伝えられたらいいなという気持ちでいっぱいです。今日とかでもねこうニアジョイどんなパフォーマンスするんだろう気になってくださった方とかいらっしゃるかな、どうだろうね、本当にみんなね初めて全部、わあすごい、いやありがとう、なんかね今回全通するよみたいな方とかも、まあもちろんねファーストツアーもでしたけど、今回もね全通するよとかねめちゃめちゃ聞くので、すごい本当にもうね簡単に今度全通するなんてこう
もういろいろがこういろいろなこうスケジュールとかさ、まあ、いろんなことがこうさある中でこう本当にありがとうね。公演でもね来てくれるって本当に嬉しいです。最高のツアーにするから楽しみにしててね。ね、そうだね、みんなお父さんお母さんご兄弟さんいとこはとこね、ぜひ誘って、もうこっからもう4連番家族ですみたいな、後ろの列も家族ですみたいなしましょう、はい、しましょうしましょう。そう、福岡のツアー、そうツアー初日まで1ヶ月切ってるんですね、実は実はなんです。家族みんなでね見ましょう。そう、ほんとあっという間にね、もうねライブ尽くしの月に突入してますから。お腹空いてきた。なんか最近さ、ご飯を食べるタイミングというものをさすごく見失ってしまっていまして、お腹空いてきちゃったよ。どうなせ鳥だろうね、言えないよ言えない。わあ、そっか、飛行機移動まではね、そうだよね。なんか食べるタイミングわかん、なんか難しい難しいですよ。今日ゆかちゃんが髪切ったか気づきませんでした。全然大丈夫です、切ったって言ってもこんぐらいです、こんぐらい切りました。ツアー中に食べたいものは、なんだろうな、福岡は、福岡だとやっぱラーメン、ラーメン食べたいのと、あと明太子、まあ明太子、まあこっちで食べれるけど、まあね、その場で食べるラーメンって明太子っていうのが美味しいよねみたいな、ラーメン明太子、あとはなんだろうな、うん、まあまあまあそんな感じ。まずはねご飯系ですよね。で兵庫はあの明石焼き、明石焼き食べたい私。あの前ね兵庫行った時に明石焼き食べたんだけど、明石焼きを食べに行くためだけにあの高速道路をね降りてこう神戸にね立ち寄ったんですけど、はい、と言っても過言ではないくらい明石焼きを食べてまたすぐ高速乗ったので、確か、はい、そんなとこで、はい、明石焼き食べたいですそうで大阪はたこ焼き、あとね前回のファーストツアーの時はチーズおじさんをね差し入れてくれてたのね、レノンのところだったかな、そう、それがすごく美味しくてそうリクナおじさんチーズおじさんだって、そうそれすごく美味しくてそれも食べたいしあの肉まんも食べたい、あれ美味しいよね、はい、肉まんも食べたい。肉まんさ、あれ東京駅には売ってない、なんか東京駅であの551の肉まんを持っていらっしゃる方めっちゃ見かけるんだけど、気のせい、やっぱりまあねこう現地で食べるっていうのは美味しいですから、はい、箸巻きあるの、食べたい、箸巻き食べたい、いつぶりっていうぐらいだけど食べたい食べたい。そうだよね、滋賀県もね行けるんですよ、嬉しい嬉しいねそう、はじめまして
たゴンさん、よろしくお願いします。合ってるかな。あとね、大阪はね、私粉もん大好きだからお好み焼きも食べたいのね。あとは大阪やっぱ粉もん、やっぱ粉もんたこ焼きとお好み焼きは外せないね。そうんで、ほんでほんで、千葉ツアーファイナル、千葉はもうそこら中にあるもの全部食べたいもう食べ物のことしか頭にないよってね感じなんですけど、多分そのツアー中は次のツアー次のツアーってあるから、そんなになんかこうすぐ暴飲暴食をねできるっていう環境じゃないと思うのね。自分の中でこう何か制御しちゃいそうな気がするんですけど、まあね、今後ねって分かんないですけど、私も全然分かんないですけど、あの一旦ねこうツアーファイナルはもうそこら中にあるもの何でも食べそうな気がするよねっていうね感じです。たん食べます、たん食べたいまあね、ライブはね動くからまあいいでしょうみたいな、こうそういうところがありますね。だがしかし今年の行くの以上は違いますっていうね、すぐにツアーを控えているので頑張りたいと。まあね、結局誘惑に負けてね、こうはあ美味しいものがいっぱいある食べちゃいそうな気もするけど、はいだがしかしです。久しぶり言った意識してなかった。そう、いやありがたいですよ本当に。イコノイジョイのねケータリングなんかもうすごいもん、もうなんか長机何個分みたいなね感じするから、本当にねえ、ねえ誘惑いっぱい。まあね、なかなかね、まあ、メインはステージだからそんなにね、そんなに何かをね食べてるってわけじゃないんですけど、最後時間があったら帰りに持って帰ってる、持って帰って帰りの、移動の移動中にほぼなくなるっていうね。まあその日のうちに障害してしまおうみたいなところはあるね。こう次の日とかその次の日にこう持ち越ししたらこうだんだんこうけじめがつけれなくなるから、もうその日のうちに食べちゃおうみたいな、私はそういうね、あの、はい、無茶なことというか、なんだ、はい、そんなことをしておりますそうなんです。メインご飯にはなりませんよ。もうね、あの立ち位置に必死なので、ね、昼と夜の間とか特に朝昼はそんなに多分考えてないと思う、ご飯のこと。いい無茶だと思います。嬉しい。いい無茶しちゃおう。優しいね。食いしん坊になっちゃうぞという感じです。わあ、千葉県って梨も有名なの？季節的に梨さちょうど良さそうだよね。梨食べたいな、梨好き。守りたい、この笑顔ありがとう、守って、わびそうさんありがとうそうじゃん、梨じゃん、ふな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 ひゃー、うわ抹茶パフェ最高やん、食べたいね、食べたくなるね。最近抹茶を摂取していない、摂取できていない。昼夜でご飯どうすか、どうするか。そう、昼夜、昼もうね夜に全部詰め込むって感じだよね。朝昼シャインマスカットと巨峰ならどっちが好き、
どっちも好きなんですけど、あのいっぱい食べれるっていうのでシャインマスカットですかね。理由はあの皮をごと食べれるよっていう種ないよみたいなところから来てます。巨峰の甘さと違うからね。私は巨峰の甘さすごく好きなんです。パクパク、私はねもうあのフルーツってほんとなんかびっくりするぐらい一瞬でなくなっちゃうのね。パク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 食べちゃう。そんなとこでございます。はい、イコールどっちも好きです。そんぐらいの大差しかないので、はい。よくさあのデラウェアみたいなさちっちゃい粒のぶどうあるじゃないですか。あれを私すごい好きなんだけど、味も美味しいしね。でもこうずっと食べてたいからこう食べて食べて食べてこうつまんでつまんでつまんでみたいな、こうこうやってこう両手使って食べてる。こっち食べてる時にはもうこ次の新しいこう持ってパクッパクッとか、もうお皿を持って食べてたりして、持ってっていうかめっちゃ近づけてね。デラウェアめっちゃ美味しい。味が好き。おししかかたん、ありがとう。さおきくんありがとう。そう、フルーツはほんと気づいたらなくなっちゃうランキング第1位かもしれない、美味しすぎて。最近フルーツ何食べたかな。お家では全然食べてないかも、意外と。うん、今ぶどうだね、季節。スーパー見てもよくぶどうが乗ってるなと、乗ってるなんか書いてあるなと思いますね。長野パープルってめっちゃ聞いたことある、食べたことあると思う。なんかいただき物とかであると思う。うん、てかね、今日ね、いただきました。ショールームで何ヶ月前だろう、3ヶ月くらい前かな、のなんかイベントであったアイスとアフタヌーンティーいただいたんです。ありがとうございます。嬉しい。アイスいっぱい食べるぞ。アフタヌーンティーもね、あのちょっと時間がねあった時にね、こんな感じでちょっと食べたいと思います。ありがとうね、本当にみんな嬉しい。アイスクリーム、私今年一番食べたハマったものなんだろうってなったら、まあ、冷たい食べ物だから、もうアイスもだしスムージーも含め、もう、おめでとう、ありがとう、みんなのおかげなのにありがとう。嬉しい。マサチャンネルさんありがとう、ありがとう、いつも。そう、嬉しい。アイスクリーム、いろんなね味をねちょっと食べようかなと思います。ありがとうね。これはみんなに報告しなければ報告できました。今日はありがとう、こちらこそありがとう。ゆっくり休んでね。たーんと食べます、たーんと食べさせてください。いっぱい食べるぞ。嬉しい、ありがとうございます。幸せです。アフタヌーンティーはいつ行こうかなと思いますね。配信で見てた。おお、ありがとう、嬉しい。配信はどんなお釣りだったのか私は見れてないからわかんないけど、見てくれてありがとう、嬉しい。100点の100点だ、嬉しい。10万100点ってことで、そういうことにしよう。そう見える気もする、こうやって見たら。ありがとう。ツーショット、おやっぱさ、携帯さ、こうメンバーもさだんだん新しくなってる子とかいるんだけどさ、やっぱ機種が新しいと画質めっちゃ綺麗だよね。なんかメンバーのカメラで撮る自撮りとか
なんかすごい画質いいって思うもん。私もねそんなになんか昔ってわけじゃないと思ってはいるんだけど、いつか買えたか忘れちゃったけど、でもやっぱこうだんだんね精度がこう上がってきてるから、こう外髪は私もね機能いいと思ってるけど、内髪のねあの進化がすごいなって私めっちゃ思います、メンバーの見てると。外髪もだけどすごいよね。夢見るアイドルのカメラアピール、わあ嬉しい。どこだろう、誰よりも大きくかな、目の前で赤いランプがついてたから今抜かれてそうだなーと思って手振ってみた。抜かれてた。どうだろう、誰よりも大きく手を振ってほしい、今日も赤いペンライトいっぱい、みんなありがとうね。なんか奥の方でもペンライト4本4本、多分連番なのかな、わかんないけど4本4本で8本連続でこう赤赤赤赤赤赤って見えて、すごいって見えてるよって思いながら見てました。ありがとう。なんかねもしね投稿とかねする時とかはね、みんななんか顔隠したりとかされてる方もいたりするから、全然綺麗にね残る、形残るってやっぱ素敵なことだから、全然自分に自信持って大丈夫だよ。嬉しい、こうやってみんなとねお写真も撮れるっていう、同じさ空間にさ、なんだろう、収まることができるっていう、伝わってる。なんか収まれるってめっちゃ嬉しくない？なんかやっぱいつもさステージとかだったらこう私は巻かれているみたいなこともさよくあるかもしれないけどさ、本当にこうみんなとこう同じ画面に映れてるっていいですかって、映してもらっていいですかっていうぐらいの、本当に嬉しい。みんなと写真撮れるのが本当に楽しみだってさ、ずっと見返せるやん写真とか。今とかさ特にこう現像とかそういうのじゃないから、こうツーショットとかは特に携帯のデータが消えない限りはさあれだし、まあ仮にデータがもし消えるのが心配な方はさ、もう何かの SNS に投稿すればさ、もうネットはもう一回投稿したものは来ませんから。いい意味でも悪い意味でもになっちゃうかもだけど、でもねログインとかねしましたらね、また見れるみたいな、保存できるみたいなこともね全然ありえるから、もう本当に形に残るっていうのは本当に嬉しいことです。私が今言ったのはいい意味でも、やっぱ世の中にはいろんなことがあるからさ、はい、あれなんですけどね、まあ投稿は慎重にしますよ私は。SNS ね、自撮りとかめっちゃ確認しちゃうからさ、いつも時間めっちゃかかる自撮り投稿するのに。私さ写真投稿するのにいつも1時間ぐらいかけるんだけど、なんかここ綺麗かな、クリ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 とかそんなことばっかりしているので、色味をねなんかいろんな場所で撮ったりするとさ色味変わったりするから、同じ写真でも色味合わせたりとか、もうほんとなんか几帳面がね、几帳面が出てる写真投稿にめっちゃ時間かかるけど、そうそうなの、几帳面出しちゃってます。ずっとね自分の顔見すぎるとね分かんなくなっちゃうからね、そういう時はもういいかなーみたいな感じで投稿する時もあるんですけど、そう写真をいっぱいねほんとなんか撮って、ほんともう漏れてるのがあったら奇跡くらいなので、なんか言葉とかもさうまくさ伝わってるのか、今さ私配信とかだったらもうこのおしゃべりでさうまく伝わってるかなとか言いながら、感情とかがやっぱ表に出るので伝えやすかったりするのもあるんだけど、もう文字に起こすのが私が本当にこうあんまり得意な方ではないので、はい、そう
だからね、ブログとかもね、私何書いてるかよく分かんなかったり、なんか気持ちは伝えたいことはあるんだけど、それをね、なんかこううまく形に残せてるのって本当何割かだとかもしれないのね。そう、うまく伝わってるか分かんないこととかの方が多いと思うけど、そうだからね、だから私はこうやって配信をねするんですけど、うまく伝えられないから文字で。はい、文字むずい、文字むずねえ、なんだろうな、なんかこう、まあ、よくねブログとかでも嬉しいとか、まあツイッターとかでも嬉しいとかってさ言ってたりするんだけど、その嬉しいのさ、こう嬉しいっていうのがあるんだけど、でもやっぱこう言葉にすると嬉しいになっちゃうんだよね。だからうまく伝わってるか分かんないなーって思いながら投稿してます。毎回さ感情は違うじゃないですか。同じ嬉しいでもさ、いろんな嬉しいがあるわけで難しいね。そう、解釈とかねあるからね。ありがとう、なんかそう考えてるんだなって、ゆくちゃん時間かけて帰ったんだなっていうのが別に伝わってほしいとかでもないんだけど。そうそうそう、楽しい、あれ良かったです、嬉しい、その言葉が聞けて、嬉しい、同じ気持ち。ありがとう、そんな可愛いって言ってくれて嬉しい。でもなんかすごい同じ気持ちが伝わってそうな気がする文章だった。どう、ブログね、今日誰だっけな、誰だったっけ、昨日か、誰だったっけ、ちょ分かんなくなってきた。今日はあの個人のあの TikTok とかソロリップシーンはね、あゆみだったから、ブログもあゆみだった、一緒だったのかな、なんかどっちを見たのか分かんなくなってきちゃった。ブログはこの間、あゆみだ、この間があゆみなんだ。あとおさあ、だからあ行の子ってあゆみが最後、私ね、みつきとあゆみとあおいの名前順が本当にずっと分かんなくて、なんか考えればお大志田のお大西のおざだからあゆみが最後か、だからあと3人目だ、あと2人終わった後だね、私のブラ名前順分かんなくなる、多分その時の同じ近くの列にいたりしたらこう並び順とかで分かるんだろうけど、パッと見みんな「お」だから本当に分かんなくて、どこに入るんだってなって、どの順番なんだって。すごいよね、あ行こんなに集まるの、私も本当にすごいと思う。私さ絶対なんだ、絶対この名前でさ名前でそうなることって多分ないじゃん、たまたまこのあ行が多いっていうぐらいじゃないですか、そのだからなおさらすごいよね。逆だったら私が出席番号2番とかの可能性とかあったのかな、もう山がめっちゃつく子ばっかりみたいな、山村山でしょ、で山田桃香に山田アリスに山下さんとか山本さんとか山口さんとか山とか、そうそうそう、嫌だらけのクラス、そう、あとまあまあ和行とかね、こう渡辺さんとかさ、こう山とか和とかさ、方とかだったら
私が出席番号をこう1番とか2番とかの可能性あったのかなっていうね、はい、だってその私こう、まあ、あゆみが、まあ、50音のあ行の子では一番最後だとしたら、あゆみの気持ちになったらもう人生で自分が出席番号半分のところになることなんてないと思うのね。半分より後ろもしかして、うん、ちょうど半分、はい、そう半分より後ろになることっておでない、そうおで なることないと思うのね。そうちょうど半分くらいか。そうってことは私だって可能性あったよね確かに間って絶対あといいでさね、間さんにを上回る出席番号の一番の人って誰だろう。相川さんとかどうかだもんね。うん、やっぱ相川さん、相川さん最強説相生さん、どんな漢字書くんだろう。相生さん、いやーすごいね、なかなかもうあ行ですごいね。ああから確かになかなか私は出会ったことがないです。はあ、なるほど、多いね。生きるっていう字すごいいろんな読み方あるからね、すごいな。うん、私はもう今までのクラスの出席番号とかでも、今のニアジョイでも本当になんかよくある場所っていう感じ、こう後ろから何番目とか、私は大体こうクラスとかだったら後ろから5番目とかだったねまあ割合的にはニアジョイで後ろから3番目っていうのも、もう、もうなんかそんな感じするわって感じ、そんな感じするわね、はい、時間を見ないと22時前には終わりたいので。間あゆみって確かにメンバーのね、ジュリーはよくなんかしてる、天野ジュリーだったらとかなんか、なんかよく言ってる気がする、よく言ってるイメージ。山野ジュリー、いやいけるかもねとか、なんか本人がよく言ってますよそういう、うん、よく聞く、そういうのしっくりくるよね。ジュリーって名前結構よくない結構よくないっていうか、割となんかしっくりきそうな感じする。うんね、確かにいそうで私も出会ったことないかも。けど漢字で見たらさ全然読めるよね。確かにアリス、本当そうだよね、アリスとこの愛っていう字も入ってるしね。初見で読めない名前、確かに私もゆうかって多分同じ名前の方とかだったらゆうかって呼べる方もいらっしゃるかもだけど、ゆいかさんとかもね結構いらっしゃるのよ、同じ感じでね、こう結ぶっていう字がね、こうゆうかゆいかゆうか、こう3パターンあるから、そう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 、最後の賭けですよね、これ賭け影になりますね。わかる、ジュリーのサインってなんかほんとなんかすごいよね、英語ですごいしっくりくる、なんか綺麗な名前だよね。もちろん漢字も素敵です。
私なんか変換でジュリーって漢字で打つことの方が多いから、ジュって打ったらジュリーって出てくるようになってきた最近嬉しい。そう、ゆいかかゆかって打った方が私の漢字の組み合わせは出てくるんですよね、こう登録せずにしてると。私自分も自分でも辞書登録してるの方が打ちやすい。ニアジョイとかもニって打ったら打つように してる。ニって打ったら、ニアって打ったら英語の方のも多分出てくると思う。あとムって言ったら村山由香って出てくるようにしてる。もうできるだけこうはしょろうというね、はい、そんなほど楽して生きてるということで55分になったので55分になったので誕生日していきたいと思います。自分もニアジェちゃんは最初呼び方に苦戦した。そうだよね、今は覚えたよみたいな感じなのかな嬉しい、ありがとう。ニアジョイちゃんって呼んでくれてる。では10歳の方から誕生日いきます。13位、阿部ちゃんありがとうございます。12位、クロスさんありがとうございます。11位、さきさん、さきちゃんかな、ありがとうございます。10位、ととまるくんありがとうございます。9位、ややさん、ありがとうございます。7位、サムちゃん。あ、ごめん、嘘。もう手がさ、失礼いたしました。8位、ゲンさん、ありがとう。ごめんね、ありがとうございます。そして7位、サムちゃん、ありがとうございます。6位、しのうちさん、ありがとうございます。5位、レグルさん、ありがとうございます。4位、そうきくん、ありがとうございます。3位、マサチャンネルさん、ありがとうございます。2位、オピーソーさん、ありがとうございます。そして1位、シゲジーさん、ありがとうございました。わーもありがとう。ありがとうございました。ありがとう。みんな、ありがとうございます。パーツくれて。パッツンソロにしようね。ライブ新曲流れた瞬間、ねえ、そうだよね、嬉しい。そう、新衣装でライブしたのも初めてだったから、配信ありがとうございます。こちらこそ、お参戦ありがとう。いっぱい盛り上げろね、フェスだフェスだ。ロックに行きます。いやロックに行きます。ありがとうございます。来週もライブあるのでよろしくお願いします。みんなで楽しもうね。健康第一、安全第一で会場でねお会いできるのを楽しみに待ってますありがとうございますね。天気もねいいといいね。お、大感謝祭の申し込みもお待ちしてます。ありがとう。ホールツアーの受付もお待ちしております。ではみんな、今日はアットジャムさんのライブ見に来てくださった方も、今日配信でね会いに来てくださった皆さんもありがとうございました。一日お疲れ様でした。明日も一日頑張ろうね。そして22時からね、e スポーツの全国大会のに出演させていただいた時のゲスト出演させていただいた時の番組が22時からありますので、ぜひね皆さんお時間ある方は見てください。ちらっと映っているかもよっていう感じなので、ぜひご覧ください。お忘れなく。ではまたね、おやすみなさい。ありがとう、バイバーイ。